久保さん今回ね、いい名言見つけ,見つけてきましたよ。ヒロトさんですね、ブルーハーツ、ボーカル、ひろとさん、はい。うんこみたいなもんかな。作ってる、作ってるというより出す。<laughs> いやね、やっぱかん、んなん、まあ、久保さんもなんか前言ってたと思うんですけど、このヒロトさんが、その、ラーメンの話もしてて、売れてるものが良いものなら、世界一のラーメンはカップラーメンだよっていう、これなんか載ってたんですけど。 そこのヒロトさんなんか名言見ると、多分はじ初めて扱うんじゃないかなと思うんですけど、なんかね、感覚似てるなってすごい感じますね、これね。ヒロトさん。うん、なんかブルーハーツって、まあ、もう本当独自性というか、なんか、なんか僕はすごくインパクトあったんじゃないかなと思うんですよね。うん、まあ今の世代間はちょっとわかんないかもしれないですけど、結構ブルーハーツ、僕、 僕、あの高校生の時に音楽の授業があって、音楽の授業でなんか歌うっていう授業があって、あの情熱の真っ赤なバラっていうのを歌いました <laughs>。そう。なんかみんなの前で一曲歌わないといけないっていうね、なんか宿題があって、めちゃくちゃ嫌だったんですけど、選んだのがブルハーズの情熱のバラですね、僕。そう。いまだに覚えてますね。もう休みたくてしゃなかったですよね。僕、音痴なんで歌いたくなかったんですけど。そう。 うんこです <laughs> いやマジでうんこ出してる感じですね。いってらっしゃい。